皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は富士宮市の清涼中学校の体験入学、こちらのお知らせです。対象は小学生と保護者の方、小学生は4年生以下でも構わないそうです。日時5月25日の土曜日、2回あります。1回目は9時30分から12時、2回目が13時30分から16時、受付は30分前からだそうです。内容は学校長によるメッセージ、それから体験授業、これは国語または算数どちらか選択していただくということです。で、清涼独特のビークプログラム、この紹介がありまして、個別相談をやるそうです。申し込み必要で、こちらのチラシをお持ちの方はチラシにあります QR コードの方から申し込んでください。お持ちでない方、問い合わせをお願いします。清涼中学校高等学校の入試広報課、こちらの方に問い合わせをしてください。なお、会場には駐車場がありますので、車で行くことができます。それから、上履き、こちらを持参してくださいとのことでした。今回は清涼中学校の体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。